こんにちは、いらっしゃいませ。今週もマリオカップをやっていきましょうか。前回の鬱はどのぐらいいったでしょうね。今週は IQ クイズハイスピードということで、とりあえず先週の結果を見ていきましょうか。一応 12% まで入っていましたけど、どうだろう。まあ当然の A ですな。あ、やっぱ 12% か。まあまあのポイントですね。で、じゃあ今週の IQ クイズ行きましょう。ハイスピード。頭を使うゲームが超ハイスピードで出てくるぜ。短い制限時間でどれだけ解けるかな。どのキャラクターを使うかよく考えて、ハイスコア狙えと。お、今回もキャラクターによって、いろいろ違うわけですか。どうだろう、普通にマイクを使うべきか。まあ、ボルトでもいいんだけどね、先週楽だったし。ちょっと、試しにペニーでやってみましょうか。合わせろ。ああ。ああ、6だ。全然ダメだ。そうか。ああ。やめるで、やっぱりキャラクター大事ですね。マイクでいきましょう。頼りにしている、これかな。ああ、よかった。押し、ああ花はこれ。黄色だね。これは、あ、とりあえず正解していけばいいのか。1、2、ああ、2分の1を失敗した。まとる。オーケーした。とりあえず正解はしていったらいいのか。ああ、また失敗。ああ、全然ダメ。オッケー、よかった。これか。とりあえず時間をいっぱいいっぱい使ってもいいんだ。失敗しなければいいっていうことですね。あー、また失敗。あー、迷ってた。ん、あー、ん?バレーボール。手の動きで分かりましたね。おう、正解。真ん中。パンダ、ペンギン、ウサギ。覚えろ。おう、よかった。音で分かりますね、これは。2か。あーし、とりあえず電門正解すればいいのかな。これで多分いいぐらいでしょう。やっぱいいだよね。5100ポイントでゴールドですか。まあとりあえず全問正解目指していきましょうか。さあ、ではちょっと慣れてきたんで解説も入れながらやっていきましょうか。まあ数えるはですね、4から8の間でやっていくんですけど、偶数を狙っていく感じ。これが難しいんですよね。色で判断するのが難しい。勘ですよ、ほぼ。まあこれは見た感じでわかるでしょう。あ、ついでに
18ボルトを使ってますね。これも喋りながらやるといいですね。いつもありがとうってな。スイッチ音は、まあ、なんか、ダイヤとクローバーは、なんか順番一緒なのかなと思いますね。これはもう、個人的には 100% クリアですね。で、合わせるんですけど、これは、18ボルトにすることによって何回も回さなくな、いけなくなったというか、これは、右手が出された瞬間に押すって感じ。カテは、まあ、頑張ってやるって感じ。これも最初から置かれてるのでちょっと難しいですよね。今回なんとかって感じですけど。これも運ゲーっていう感じがしますけどね。バトル、これはリンゴで、リンゴとか元の単語が分かっていれば簡単ですね。で、届けるんですけど、これは18ボルトの方がやりやすかったですね。動かなくてもいい。お面はもう、ほんとなんか、個人的には勘という感じです。数字は、まあ前回のやったんで覚えてる感じですね。これは18ボルトの方がやりやすいという感じですね。動かなくてもいいので。これは難しいんですね。目の部分だとかなり難易度が高いって感じです。これはまあいつも通り繋げるパターンのやつですね。これはちょっと3分の1というか、忘れてしまったらアウトですね。宝石を探しですよ。今回簡単だっていう感じですね。先週がすごく難しかったので、これは音で耳で判断するって感じですね。ぴったりゴールもほんと目で確認するのはちょっと難しいんですけど。で、内視鏡のやつは場所の右上、左上、下って覚えていけばいいって感じですね。これはもう話すタイミングですよ。まあそんな感じですけど、今回ちょっと3回も失敗しちゃったのでね、あまり良くなかったですね。まあ今回も、まあ次回に期待って感じです。いや、やっとここまで来ましたよ、ノーミス。ノーミスかな？で、ああ、1だったー。でも、1失敗でとりあえずここまで来ましたね。で、とりあえず登録しておきましょう。どうだろう、 B っぽいですけどね、この状態では。ああ、やっぱり B か。最新のランキング、40番ですか。ちょっと気を落としたら C に落ちそうですね。とりあえず今週はまあゴールドまで撮れたんで、動画はここまでにしようかなと思いますね。ちょっと個人的に全クリを目指しますけど、ちょっと惜しい結果となりましたね。まあ よかったらまた別の動画もありますので、またそれを見てくだされと、まあ、と思います。ではありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。